分の 200m バタフライ決勝では驚異の追い上げを見せた坂井雅人選手を抑え金メダルを獲得。昨日行われた 200m 個人メドレー準決勝でもフェルプス選手が予選トップ。この種目オリンピック4連覇に向け貫禄ある泳ぎを見せつけた。これまでも肉体的に過酷な状況を何度もくぐり抜けてきた。今回は最後の最後だ。なんとか乗り切ってみせるよ。そんな水の怪物を相手にどう戦うのか。萩野選手は初めて出場した4年前のロンドンオリンピック 400m 個人メドレーで直